I'm 100% confident this video is gonna be super duper helpful. Hello, welcome back everyone, beautiful souls. Today I'm gonna be doing an advice session video to celebrate the 50k subscribers on my channel. Thank you so much, thank you. This is not gonna be a type of video of me answering to questions. This is this next. No, instead, I analyzed each question. I'm gonna be answering to those questions in detailed way. And I got questions in Japanese, so I'm gonna be answering in Japanese. So there's gonna be a language switch in 3, 2, 1, go! はい、じゃあここから日本語でスタートスタート。はい、じゃあまず一つ目の質問から。英語で喋るとき同じ単語ばっかり使っちゃって、勉強してるはずなのになかなか日常的に使えへん。この方の単語の勉強の仕方を見ていくと、普段はみかんっていうアプリで単語をやってはるみたい。洋画や本の中で知らなかった単語を調べて、使えるようになった単語もあるけど、ネイティブの人のを聞いて、ああ、それあったなーってなることが多い。私の動画を見てても同じことを感じる。どうやって知らなかった単語を自分のものにしたかが知りたい。まず、死ぬほどわかる。勢いがすごい。死ぬほどわかる。もう私もほんまにそのフェーズを通ったし、そのフェーズは長かってん。ごめんな、これ。ペットボトル。長かってん。マジで。長い。わかります。だけど、まず、その知らない単語を調べるって言ってくれてるんやけど、調べるだけで終わってないかなっていう。それぞれの単語とか表現が自分に体に定着する、染みつくところまで持っていけてるかっていう。あとは単語を単語で覚えようとしてないかなって。みかんっていうアプリをちょっと見させていただいたんやけど、まあこの変換、日本語英語、日本語英語、意味っていう感じが、それが決して悪いことではないんやけど、それをもう軸にやっていたら、意味にすぐつなげようとする、変換する癖がちょっとできてしまってるかもしれないっていうのと、知らない単語を調べるって言ってくれてるから、知らない単語にしか着目してないなんてことはないですかね。その単語で表現できた、その言い回しがあったっていうことは、意味を理解はできてるってこと。やから、今まで知らなかった単語ばっかりじゃないと思うね、その、あ、できたわって思うやつっていうのは。それは実際に私も思ったことやからそうじゃないかなって推測して言ってるんやけど、で、今まで知らなかった単語ばっかりじゃないけど、あ、できたわ、表現できたわって思うのは、それベーシックな語彙でできてる表現なんやけど、自分では思いつかへんねん。だからもしかしたら、知らない単語のインプットをしてて、それはすごくいいことないけど、肝心なつまずいてる瞬間、っていうのは、そういうベーシックな自分が知ってる単語でできてるフレーズとかかもしれない。だから知らない単語ばかり入れるよりも、まずは基本的な単語でたくさんの言い回しができるようになることが大事だと思うし、複雑な単語、特に本とかに出てくるような単語は、もうその土台ができた後のプラスアルファっていう感じかなって個人的に思う。うん。で、これに対して私やったらどうするかなってちょっと考えたんやけど、まず知らない単語が出てきたら、それはもう内容を理解するため。こういう文脈やな、ねんな、こういうこと話してんのなっていうのを掴むために調べる。表面的にインプットするぐらいで、軸としてやることは、それよりも簡単な単語で表現されているものを自分のものにしようとする。し、それを意味と照らし合わせて覚えようとするんじゃなくって、文脈、どういう場面、どういう時に使われてるかっていうのと、その音に繰り返し触れること。で、これはなんで文脈と音でできるかっていうと、簡単な単語でできてるから、ある程度意味の推測はできるわけ。完璧にはできなくても、こういうことかなみたいな。でもそれどうやってやんねん、はいがいいわっていう時は、毎日同じ動画を見るとか。それはシャドーイングロード。多分私はほんまに反復学習の癖がすっごいあったんやろなって。あったんやろなっていうか、それ意識してやっていたけど、毎日毎日、はい、今日この動画見て、この意味わからへんかったな。はい、次の日この動画、あ、またこの意味わからへん。じゃなくって、一回この、今日この動画を見たとしたら、次の日も同じ動画を見る。そしたら、同じ音、同じ文脈に触れるやんか、次の日も。シンプル、当たり前なことを言ってる、いや、だけやんって思うかもしれへんけど、でも、ほんまに大事なことで、だから、同じ動画、同じ音と文脈と、を毎日見て、染み付いてきたなって思ってから、次。別に他のね、いくつかの動画で同時進行してもいいけど、次々進みすぎることは避けた方がいいかなっていうか、私だったら避けるかなって。はい、じゃあ次、二つ目。こんにちは、いつも動画やインスタを楽しく見させてもらっております。ありがとうございます。今はワーホリでカナダに滞在してる方で、環境問題に興味があるから、それ関連のことが学べる農家にいらっしゃるらしい。英語で会話するときに話が続かないのが悩み。質問があって聞いても、そうなんだとか知らんかった。あっさりした感じで終わっちゃって、相手にも申し訳なく感じるし、興味があって来てるのに、そういう風になってしまう自分が悔しい。マイネさんは英語を話すときどんなことに気をつけてますか？あと話してて楽しいと思った時はどんな条件が揃っている時でしょうか？私に足りないものは何でしょうか？客観的な意見がいただけたら嬉しいですということで、質問ありがとうございます。これ私も返したんですけど、私も環境問題のことについて学んでるから、すっごい親近感湧いたし、頑張ってください、応援してます。で、めっちゃわかるの。私もこのフェーズ通ったから、たかよって感じやけど、ほんまにそうなの。みんな通るんだよと思って、
今の日本語やった。もうな、Oh, I didn't know that. Really? I see. ああとか、もうこの3つら辺で通り抜けてるじゃないかって。自分から聞いてんのに、もう何も生まれへん感じ。もう悔しいよな。めっちゃわかる。めっちゃわかる。で、質問は大きく分けて2つかな？いただいた。英語を話すときに気をつけてることと、話して楽しいと思うときに揃ってる条件。足りてないものは何かって。で、まず、誰かと会話をするときって、ほんで、それの会話が広がるときって、一方通行じゃないやんか。当たり前のようやけど、英語でディスカッションとかができるようになるまで気づかへんかった、その根本。日本語やったら当たり前にできてることやけど、やっぱりコミュニケーションって一方通行じゃないからさ。だから、一つのトピックに対して聞いても、自分もそれに対して何かしらの意見がないと広がらへんし、その先。相手から情報とか意見をもらって、そこで、ピリオド、終わってしまうっていう。全員そうとは一概には言わへんけど、英語を学んで体感したなーって思うことの一つとして、英語圏の人たち、英語を話す人たちって、もうディスカッション大好きで、自分の意見を結構持ってる人が多いと思う。な？やし、それな、それなだけじゃなくて、別の視点から物を見てたりとか、自分の意見をはっきり持ってる人は、私は話してて楽しいと思う人やから、で、それが会話がこう広がるってことにつながってるやんか。順番は逆になるけど、それが2番目の話してて楽しいって思う人に対する答えかな、とは思います。その自分の意見、自分なりの意見を持ってる人。で、もう一個、私が英語を話すときにどんなことに気をつけてるかっていうのは、まあ今は特別意識してるとかはなく、自然にやってるような感じになったけど、相手の what, why, and how を知ろうとはしてるかなって。日常会話ではいちいち why 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 って聞くわけじゃないけど、何かについて話すときは why do you think so? How did you come to the conclusion? You said this, but why is that? What do you think about this? What about this? 自然に知りたいから聞くんやけど、そういうところを詰めるって言い方ちょっとあれやけど、そういうところで広げていってるかなって思うし、私が言った意見に対して同じように相手もその what, why, and how っていうとこをこう聞いてくるから、掘ってそれ a rabbit hole って言うねんけど、掘ってこう、うん。でもそんなん最初からさ、そんなできるわけないやんか。難しいし。だから、相手に申し訳なく感じるなら、そこから広げることができひんくても、毎回、Thanks for answering って、感謝を示すだけで全然違うかなって。ありがたいんやけどっていう気持ちを素直に口に出したらいいと思う。一番大事なのはもう、ハートやから。あとはその何 I see とか言ってるのかな、多分。そういうのに対しても、もっと感情をつけて、横をつけても、このハートを込めて、言ったら I see って言うのと、I see って言うのと、全然違うと思うし、多分素直っていう面では、その、もう、思ってはる気持ちをそのまま素直に言うのも全然私ありやと思うな。なんか、悔しいね。ほんまをこういう風に返したんやけど、これしかなくて、って言って。で、せっかく現地にいるんやから、そうやって言ったらこういう返し方があるよって教えてくれるかもしれない。これが悔しいから、もっといい返し方ないからリアクションのレパートリー増やしたくて、って言って、いつも答えてくれて嬉しいんやけど、って言って、聞いてみたらどうかな？っていうのは思うかな？はい。答えになったかな？次、行きましょう。はい。3人目の